はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのは新作ゲームですね。ダンジョンズ4というゲームになります。こちらね、我々が魔物になって勇者とかをね迎え撃つといったねゲームになるんですけども、ダンジョンをね構築するだけじゃなくてね、我々がね外に出てってね、外の世界でもねこう攻めて戦うことができるといったゲームになります。何やらね面白そうです。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、ということでね、早速始まりました。今回ね、スカーミッシュということでやっていきたいと思うんですけども、これがね、我々の主人公のようですね。こいつが殺されちゃうといけないのか？いや、違うな。これだ。このね、クリスタルがね、勇者によって破壊されるとですね、我々のダンジョンゲームオーバーとなるようですね。あとは、ここね、まだね、こう、扉がね、開かないんですけども、こういったね、財産もこのね、ダンジョンはなぜか眠っているということで、いろいろね、スキルをね、こう、アップグレードすることで、様々なね、ことができるんではないでしょうか。とりあえずなんですけども、我々はね、いろんなね、いわゆる部屋を作っていかなければいけないので、ランダムでいいと思うんですけども、こういう感じでね、掘っていきます。ちなみにね、このモンスターはチビというね、掘ってくれるキャラクターですね。なんかこっち向いてさ、こう、手振ってるんだけど、可愛らしいんですけど、ここはビンタしておきます。ね。このゲーム、モンスターを扱うということで、多少ね、手荒な真似をしてもいいみたいなんですね。ちなみにこのビンタすることで、速度がね、増すんですね。作業速度。ただしね、体力も減るのでね、考えもかなと思います。さあ、それ以外、ここら辺にもゴールドがたくさんあるので、取っていきましょうか。ここら辺にも部屋があった方がいいのかな。あんまりね、部屋作りすぎると、結局ね、侵入しやすいダンジョンになっちゃいそうだから、よくね、考えないといけないですね。さあ、いろんなポイントを使ってね、これ解放していきましょう。とりあえず、デフォルトで、これ、金庫が必要だと思うんでね、金庫を解放しておきました。そしたらば、ここをね、金庫にしとこうかな。こんな感じにしておきましょう。今ね、60ゴールドあるんですけども。まあね、いろいろね、金貨が埋まってるんですね。このダンジョン。こういったものをね、細かくね、掘っていくといいんではないでしょうか。うわ、すごい。そういう意味だと、ここめちゃくちゃね、金貨がある。これ部屋にしようと思ったけど、ここがっつりね、金貨掘るしかないですね。上も見ていきましょうか。ここら辺も金貨があるから掘るしかないね。いやー、ここすごいな。ただ、でもここちゃんとやってからね、金貨掘った方が、ここにね、金庫を作るとね、効率よくなると思うんで、やっておきましょうか。さあ、1700ゴールド持ってますね。それでは引き続き、このね、ゴールドを使って、今度はダークエネルギー貯蔵庫か。これをね、アンロックしていきましょう。引き続き、これもいけそうな気がする。そして、これはチビかな？チビのね、スキルも上げていこうということで、アンロックしておきましょう。続いてはそうだな。我々ね、モンスターか魔物かアンデッドを選べるんですけど、今回はモンスターね、選んでいきたいんだけど、お、これにもお金が必要か。ガンガンお金を貯めていかなければいけないぞということでしょう。さあ、戦闘用のモンスターに必要なお肉かな？ね。これはね、一応七面鳥だと思うんですけど、七面鳥農場でね、お肉生成といきましょう。さあ、ここも取ってった方がいいかな。ここら辺もがっつり取っていきましょうか。ね、ガンガン掘るしかない。ちょっと怖いけど、掘りすぎるのが怖い。さあ、ここも掘っていけそうだ。そしたらば、ここもちょっと空間作っていきますか。こんな感じで作っていきましょう。ここもなんかさ、大きいスペースなんだけど、なんか活用できないかな。ちょっと考えてもいいかもしれないね。さあ、上行って、こいつビンタしておきましょうか。ピンと。やると、ガンガンやってくれる。ここもね、ちゃんと金庫ですね。はい、やってもらいましたので、金庫をね、整備しておきましょうか。そしたらば、ここね、掘るよーということで、がっつり指示出しておく。ここは大金がね、埋まってる感じがする。こっちまで行こうか。あ、こっちも行くのか。ただ、ここ繋げるのはちょっと怖いね。ただし、上の方は行きましょう。サクサク行ける、このゲーム。よいしょと、こんな感じかな。ここら辺も本当欲しいんだけどさ、扉がね、開かないんですよ。どうしたもんかということで、そうこうしてる間にね、敵というか勇者もね、襲ってきそうなので、よく考えていかないといけないですね。これ、ダークエネルギーでしょ？我々七面鳥あるでしょ？そして金庫もあるでしょ？これ何にしようか。いろいろ考えていきましょうか。モンスター解放していく。そうするとモンスターのね、アジトが必要なので、これも解放しておきましょう。ついでにね、オーク。そしてね、今度やりたいのはラミアというね、僧侶的な回復魔法がね、使えるモンスターですね。やっていきたい。となると、我々としては今ね、解放したモンスターアジト、ここね、大きく取っちゃいましょうか。
こうやるといいかもしれないね。うん。どんどん行きましょう。さあ、お金が物を言うということで、あとね、ダークエネルギー、そしてここにあるのはマナかな。マナさ、ここに眠ってんだけど、これもちょっと取っていった方がいいということなんでしょうか。こまめにね、取っていきたいなと思います。ここもやっとこうか。さあさあさあ、お金どう？お、いいねいいね。ここら辺も一体いけんじゃないの？よいしょよいしょ。あれ？これいけないの？どういうことだ？よいしょと。黄色になった。ここはね、掘り切って金貨をゲットするというか、長期的にね、金貨を得れる場所ですね。4000ゴールドぐらい埋まってるらしい。これはお得だ。ガンガンね、掘ってってもらいましょうか。枯渇しなさそうですね。さあ、ここもどんどん通じる壁ですので、解放していきましょうか。ここにもね、あってもいいかもしれない。はい、マナボアを発見したと言ってるけど、マナボアとは何なんでしょうか。一応マナの一種なのかな。うん、そういう感じがします。あ、ここにいる。これがマナボアか。これ我々の味方なんでしょうか。マナ貯めてるよ。大丈夫かな。こいつ倒す必要ないのか。まあちょっとよくわかんない。ちなみにさっきね、給料日とありましたけど、我々はね、戦闘用モンスターを雇った時点で給料が発生していくので、お金がね、減っていきます。一日一回ね、給料払わなきゃいけない仕組みかな。さあ、そしたらば、これもやって、さらにそうだな、これモンスター解放していきましょうか。もっといますよ。今度ゴブリンですね。これ素早いやつ。そしてこれはノーム。後ろから爆弾投げるやつですね。そしてこれは格闘技場ということで、荒々しいね。うん。ダークエネルギーとお金が必要だとさっき書いてありました。さあ、そしたらここら辺行きましょう。敵というか来そうな予感がするんだけど、危ない危ない。ここら辺もね、ゲットしておきましょう。現金が必要です。さあ、ダークエネルギーも溜まってきているんでしょうか。それ以外、部屋スペース、ここだな。ここもダークエネルギーの貯蔵庫にしていった方がいいかもしれないな。はい、そしたらダンジョンエリアを解放したと言ってますけど、ここかな？うん。わ、すごい。お金眠ってる。めちゃくちゃお金眠ってる。ここもまた解放していきましょう。どんだけこのダンジョン、お金が眠っているのか。こっちも行けそうだ。ね。さあ、そしたらば950ゴールドか。そろそろここら辺をさ、どん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 さ、こう、なんていうの、召喚していきたいですよね。あとは、ここら辺でこいつらもちゃんと解放していきたいんだけど、しまった。お金がね、ないという状況だ。上見ていきましょうか。うん。もう取り切ってる感もありますね。ここはちょっと掘れるかな。そしてここは長期的に掘れるよということで、ここはね、さっき言った通り解放しない方が良さそうだ。さあ、ビンタタイムですね。ビンタしていきましょう。どん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 お願いします。ピンと。はい、やってくれた。そしてこいつがオークですね。はいはいはい。オークがここに滞在してる。まあ、こういう奴らはね、つまんでね、一気に我々つまんじゃって、例えば、ここにね、置いておくことができます。よいしょと、6体一気にこう。つまり、敵が来た時に一気にね、こいつらをそこに投入できるということかなと思います。わ、ここもお金の匂いがする。ね、そしてここもお金の匂いがするぞ。どん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 向こう行けばお金の匂いがするんだけど、それだけね、勇者がね、出現する場所に近づいていくということだ。ちなみにこのゲームね、コンセプトとして面白いのが、これが地上ですね。人間がね、ここにね、住んでんですよ。我々ね、勢いがあれば、ここにね、侵入することもできますね。いわゆる侵略ですね。そしてこれはなんだろう、ユニコーンがいるよ。そうだね、こいつを倒すとまたね、得点が高くなりそうだ。まあとはいえ、我々の拠点はね、こちらダンジョンですので、ダンジョン引き続きガンガンやっていきましょう。何気に平和なんですけど。うん。さあ、そしてここら辺の空間ができました。お、なんなんだこいつは。ね、こいつは味方なのか、引っ張られてみたけど、何なんだ、ちょっとよくわかんない。まあ、とにかくですけども、ゾーニングで、このダークエネルギーをここにね、貯めておきましょう。もうちょっとね、何かができるはず。新たな部屋ですかね。これも開放しておいた方がいいでしょう。そして、ここら辺もやっておく。闘技場なんかもやっておきたいけど、足りないみたいですね。とりあえずね、オークもね、アジトもアップグレードしていきたいなと思います。さあ、最大ね、我々のモンスターなんですけども、増やすことができる。あれ？クリーチャーが減ってしまったと言ってる。わ、やばい。ダークエネルギーとかがないからもう逃げちゃったのかもしれないな。どういうことなんでしょうか？なかなか運用が難しい。わ、血みどろになってる。こいつら食べられてるね。確実に食べられております。さあ、それ以外は、我々としては、ここね、お金ですね。ここにちょっと設置しておいてもいいかもしれないので、やっておきましょう。そして、おお、なんだなんだ。戦ってる？わ、なんかやってる。
わ、やってる、戦ってる。これやっぱり我々とはね、異なる種族ですね。わ、そういうことか。お金払ってるわけじゃなくて、こいつらにやられてるんだ。何、勇者と戦うつもりだったけど、意外なね、敵と戦っている状況になってます。さあ、モンスター、総動員でいきましょう。いけいけいけ、とにかくぶん殴って人数集める。現在ね、我々のモンスターはね、6体おりますよ。うわ、強いな。これは強い。でも確実にやっつけてる感もある。さあ、もう少し行きましょう。多くはね、脳筋系キャラクターだから、なんかやっつけられそうな気がするんだけど、うん。さあ、いけいけいけ。あ、でも3人が強すぎるな。このゲームなかなか難しいのかもしれない。さあ、行きましょう。どん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 召喚してきます。これ召喚してる矢先にやっつけられるというね、最悪な状況ではあるんですけども、まあでも確実にね、向こうはね、回復できていなさそうなので、いつかはね、我々倒すことができそうですね。後ろからこれ回復魔法をやっておりますけど、ゴブちゃんなかなかきつそうだね。ゴブちゃんもうちょっと投入していきますよ。さあ、給料日になりました。お金大丈夫か？お金全然稼げてない。我々チビを使ってここかね、がっつりお金をね、稼げるようにしておきましょう。いけいけいけ、どんどん行くしかない。そしたらばゴブちゃんいけない？いけないね。今はどうですか？一騎打ちじゃない、向こう敵二人か。うわ、初回でね、こいつらを呼び起こしてしまったということで、我々なかなか大苦戦している状況ですね。うん、もうちょっとお金貯めて一気にね、我々モンスターをね、召喚していきましょう。ちまちまやっていってもダメそうだ。さあ、そしたらばね、チビをね、引っ張っていてお金を稼いでもらいましょう。どん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 行ってね、ここら辺もあるから、こういう感じでね、行きましょうか。あれ、ここ行けんのかな？掘れないって書いてるよ。え、どういうこと？ちょっと待って、こっちは行ける？こっちも行けなさそうだ。あ、行けないですね。遠いのかもしれないです。はい、そしたらばね、新たなエリアを開放したということで、なんだこれ？わ、やった！ブロックって書いてるよ。ブロックをゲットすることができました。これはおそらくね、トラップを作ることができるのかもしれないですね。これですよね、作業部屋。ここでね、トラップを作るんだ。ただ、お金がまた必要。で、さっきの敵がいるので、今ね、だいぶね、お金貯めたんですけども、一気にね、召喚していきましょうか。よいしょよいしょと、ゴブリン多めの方がいいかな。こんな感じで一気に召喚していきます。さあ、いけいけ。敵は今1体かな？もう1体ここにいるぞ。よしよし、分散してる。一気にボコりました。さあ、そして我々はここにみんなね、持っていきたいところなんです。あ、来た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 。いいね。調子いいと思いますよ。よしよしよし、ボコれ。わ、なんとかね、こいつ倒すことができました。次回ね、おそらく勇者がね、侵入してくるんではないでしょうか。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.